アニョハセヨ。今回はお一人様大歓迎の南大門鑑定食というお店とトマトというお店を2つ紹介していこうと思います。で、一つ目の南大門鑑定食というお店は新大久保を背にして右側にまっすぐ歩いていくと2分ほどで到着します。で、外観はこんな感じになっていて、大久保通り沿いにあるのですぐにね見つけられると思います。で、このお店は入り口でほぼね全メニューを見られるので、そこもいいポイントだと思いますし、お一人様でもお気軽にどうぞというね紙も貼ってあったのでとても入りやすいと感じました。で、階段を上がっていくと2階にお店があります。で、お店の中だったり席はこんな感じになっていて、こうすっきりした感じだなという印象がありました。そしてこれがランチメニューです。で、たくさんあって悩んだんですけど、今回はサムギョプサル定食を頼んでみました。1280円です。で、ランチ以外のメニューは動画の最後の方にまとめて載せておきます。で、ランチは頼んでから届くの遅いなって感じは全然しなくて、結構すぐに届いたと思います。で、おかずは4品ついてきました。ネギの和えたものと甘辛いさつま揚げともやしナムルと格的です。で、さつま揚げはしっかり味が染みていてご飯と合うなって感じの味で、で、格的ともやしナムルもね美味しかったんですけど、まあ、結構普通だなって感じの味でした。で、豚肉はこう8枚ついてきて、こう1枚1枚ねしっかり厚みもあって、こう食べた感じはねすごく満足感があって美味しかったです。で、タレは個人的にこう味噌だれよりもね塩ごま油の方が美味しかったです。で、わかめスープはね味が結構濃いめで、もうなんて言ったらいいんだろう、まあ、すごく体に染みるなって感じでした。で、あとご飯がね結構詰まっていて多いなと感じたので、こう女性の方は少なめで注文してもいいんじゃないかなと思いました。で、それで今回自分が行ったのは水曜日の11時頃に行ったんですけど、その時は30代から40代ぐらいの女性がこう一人でランチを食べていて、その他は全然混んでいる感じはしませんでした。で、12時頃になるとちらほらお客さんが入ってきてたんですけど、こう並ぶほどはね全然混んでいませんでした。で、このお店はこう雰囲気的にも全然一人で入ってねランチ本当にしやすかったので、気になった人はぜひ行ってみてください。そしてこれがランチ以外のメニューになります。で、このランチ以外のメニューもねかなり美味しそうなメニューがたくさんあったので、また次回時間がある時にレビューしていけたらなと思います。で、そして2つ目のお店はトマトというお店になります。で、ここのお店は東新宿寄りの方にあって、こう新大久保駅から歩いていくと5分ぐらいで到着します。で、外観はこんな感じになっています。で、お店の中の雰囲気だったり席はこんな感じになっていて、こういいなって思ったところは、こうなんとなくね雰囲気がよく感じました。で、微妙だなと思った部分があって、それは隣との席の距離が結構近いなっていう風に感じた部分ですね。で、その他は特に微妙だなって感じるところはなかったです。そしてここのお店はタブレットでね注文することができるようになっています。で、ランチのメニューもねたくさんあったんですけど、今回もプルコギビビンバを注文してしまいました。で、他のものを頼んでねレビューすればよかったとね編集しながら後悔してます。で、おかずは3品出してくれました。で、格的とうずらの卵ともやしナムルです。で、うずらの卵がねしっかり味が染みていて一番美味しかったです。で、ビビンバも全部届くとこんな感じです。で、ビビンバにはスープもついてきますね。で、ビビンバはお肉がしっかりしていて、こう味付けもね焼肉のタレに近いような甘辛い味付けになっていて、とても美味しかったです。で、スープはねかなり薄味だったんですけど、結構出汁が出ている感じがして美味しかったです。で、他の席ではこうサムギョプサルだったりヤンニョムチキンをね頼まれているお客さんいたんですけど、正直そっちの方がめちゃくちゃ美味しそうに感じました。なので次回はまた別メニューをちょっとレビューしていきたいなと思いました。
で、そしてこのチャンネルではね、皆さんの参考になるような動画を作れるように頑張っていきますので、もっとこうした方が見やすいですとか、もっとこうした方がいいんじゃないっていう風に何か気づいたことがあれば、お気軽にコメント欄で教えてください。で、そしてこの今までもねコメントしてくれた方ありがとうございます。で、コメントは全部読んで返信も全部していく予定なので、こう動画に関係ないことでもねお気軽にコメント待ってます。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。